この俺髪ずっと坊主なんですよね、31年間、うん、もう2週間に1回とか切るから、うん、鏡を見ずに、うん、もう3分で、うん、もうバリカンで坊主にできるの。すごいよね。もうだからもう今日も鏡は見てないよ、うん、でも今日は別に測ってやろうってしてないから、うん、もう普通に鏡、反り残しは全然ないのよ。そうだからもうね、めちゃくちゃ綺麗やね。みんなのイメージだと鏡置いてやってるイメージですけど、うん、もう僕の場合はもうね、流れ作業一回ある程度やるやんか、うん、そしたらもう俺のこのまあゴッドハンド、うん、これで一回だけこうやってーって、ま、グーってやって、うん、それでもう分かるね、うん、残してある場所が、うんうん、で俺で、あ、ここどこ残ってるなっつって、あと一回だーってやって、うん、それで終了。それをマジで早い時、うん、鏡見ず3分でもう切り残しも綺麗にやるんやけど、ちょっとその動画めちゃくちゃすごくない？見しようか一回。それってさ、坊主の人ってみんなそうなのかな。いや俺ね、ツイッターに一回あげたんだけど、ちょっとだからね、3分のやつを1分で見せるから3倍速で早送りしてるよ。うん、ん？ほら、見てないでしょ、鏡。おう、で、さっき言った途中で一回こう手で確認するシーンがあるから、うん、気持ちいいぐらいに同じとこ切らんやろ。確かに無駄がない。で、残ってるとこちょっとあるやんか、うん、それ見てみ、手で触った後そこだけバリカン入れるから。ほらでしょ、行きました。一瞬触った、今。いや、これはまだゴッドハンドしてない、うん、で、これで一回置くね。ゴッドハンドを入れてる。はい、で、ゴッドハンド、これ、あれで分かりました。うん、そしたらこう残してなかった、この残ってるとこだけ、うわ、ほら後ろの部分とか横のも残ってるとこだけ、あ、ちょっとあるやん、そこ、くるで、綺麗に見ずに行くよ、あそこ、ほら、取った、行ったやろ、残ってる、すげえ。今世、2分54秒。すごっ。これね、これみんな嘘やと思ってたけど、見たでしょ、鏡も見て、すげえ、鏡見てなかったでしょ、普通こうやってね、後ろにこうやってさ鏡やるイメージだけど、全く鏡を見ずに、もうだから流れ下げる。